度でもいいからやってみたい AV 女優はあかりつむぎ。どうも北のサイルの北野るおです。どうもこんにちは。で今回はですね、花見シーズンということで大池遊園というところに向かっております。まあ、和歌山は桜スポットいくつかあるんですけども、大池遊園のところはちょっと珍しいところがあって、貸しボードがあるんですけども、でその貸しボードに乗って池の中を一周できるんですよね。でそこから見る桜っていうのがね、また絶景なので、ね、でそれを目標に向かっております。今だいたい東京の方が満開で、和歌山はだいたい八分咲きぐらいなんですけども、ちょうど今日も土曜日で天候がちょっとね曇りなんですけども、多分これ逃したらちょっと満開どころかちょっと散り始めになってくるかなということでね、まあ、今回ちょっと八分咲きですけども強行突破で行こうかなというふうに思っております。あと多分ですけども平日だとボート貸しやってないと思うんですよね。まあ、それもあったので今回ちょっと強行突破しようかなという感じになりますけども、大池遊園は岸川線の多摩駅長で有名な、岸川線がね走ってあるんですけども、でうまくタイミングが合えばね、桜と電車が撮影できるっていうね、そんな場所にもなっております。いい感じに桜が咲いてますね。花見のシーズンやってきたぜ。おうおう、でも彼女いねえから一緒に行く、いやでいやない、おうよう。さてどうぞ、もうすぐ大池遊園に到着するんですけども、ここでちょっと一つね面白いのがあるんですよね。ここは大池遊園の入り口になってるんですけども、ちょっと下ったところになんとラブホテルがあるんですよね。だから花見を行った後にラブドで腹を咲かせましょうみたいなこともできます。でここが駐車場になってるんですけども、花見のシーズンになると駐車場金取られるので、それだけお気をつけください。ただいま現地に着きました。ちょうどねこの桃の花水に向かってるので、この辺もちょっと撮影してみたいなと思います。感じでね、桜が咲いております。まだ、八分咲きぐらいですかね。この辺でちょっといくつか写真撮ってみたいなと思います。ただいま貸しボードを借りて、この辺を周辺しようかなと思います。初めて一人で乗ってるんですけども、さすがにね、ボード貸しの人もねびっくりしましたね。まさか一人で乗るやつがいるなんて思わないでしょうね。水面あたりがいいんで、水面で写真撮りたいかな。まあこんな感じでね、水面の花を撮影することができるんでね、これはちょっと大池遊園のいいところかなと思います。あっちの方にもね桜があるんで、あれも撮りたいなと思います。はい、ということで、大池遊園についてお送りさせていただきました。まあちょっとねこの天候が悪かったりとかでね、人が少なかったんですけどね、本当ならもっとね賑やかな感じに写真の方なんかも撮れたかなと思います。にしてもちょっとボード漕ぐの結構体力いりましたね。あれ2人でねペダルを漕ぎながら夜乗るもんなんでね、一人で漕いだら結構大変でしたね。ということで、以上北のサイルがお届けしました。ありがとうございました。